条件その1は座りが悪いパターンはなしです。僕の中では長さってすごく大事です。ほとんどの人はパターが長すぎることが多いです。皆さんこんにちは、フィッティングチームの藤原です。今日は、藤原的パターの選び方について、お話ししていきたいと思います。まあ、この話は本当に僕の個人的な観点しか含まれてないので、まあ、皆さんに参考になるかどうかっていうのはまた別なんですが、まあ、僕はこういうところを見てパターを選んでますよっていうところを、まあ、少し、まあ、参考になるかはどうかは分かりませんが、まあ、少しでもそういう話をお伝えできればなと思います。よろしくお願いします。はい、まず1点目、座りです。まあ、座りってまあ何かっていうと、こうパターをポンと置いた時になんとなく思ったところに向くとか、こう置いた時にこうふわふわふわってこうなんていうんですかね、向きが安定するか安定しないかっていう話なんですけど、僕のもう本当に条件その1はこの座りが悪いパターはなしです。なぜかっていうと、パターっていうのはストロークの中で、まあ、ショットほどこう軌道でボールの飛び方がどうこうというよりかは、本当に当たった時のフェース面の向きでかなりの、ボールの転がる方向がかなりそれで決まります。それにプラスアルファ軌道はあるんですけども、どうしてもフェース面の影響が大きいです。なのでポンと置いて構えたいっていうところに対して、このフェース面が決まらないパターっていうのはすごくストレスがかかります。なのでポンと置いてここに構えるぞって向けるパターの方が、もうそこから先ストロークのこと、まあ、距離感とかに対して考えるだけでいいんですけど、これが決まらないパターっていうのは、置きました、これをちょっとまっすぐあーってなる、もうそこがもう集中力をもう下がってるので、もういいストロークができる確率がそれだけで下がっちゃいます。なので僕は絶対的に座りがいいパターンっていうのが第一条件です。はい、でその次、パターンには、何ものもあるんですけど、例えばこうやって後ろにラインが入ってたり、このトップブレードのところに点ドットがついてたり、いろいろあります。まあここのフェースラインのこのブレードのところにラインが入っているものもあります。あとこのラインが1本じゃなく3本とか、枠で2本になってたり、いろいろあると思います。まあ、あとは例えばこのキャロウェイさんのオデッセイで行くと、例えば2ボールみたいに丸がついてるとか、まあそれはもう、 こう構えた時にストロークのイメージが出しやすいとか、こう構えやすいっていうものの、なんていうんですかね、基準になるものなんですけども、僕はなんとなくこの上にはあまり何もなくて、ここのラインがあるものが単純に好みです。あんまり前にあると見るところがなんかごちゃごちゃしちゃうので、なんとなくこの後ろのラインと、あとは僕はボールにラインを引くので、ボールのラインをこことここを合わせているというイメージで、構えることが多いので、僕は個人的にはここにラインがあるものが好きです。なんですけども、人によっては単純にここのフェースラインをまっすぐ向けることをこう重視したいっていう人は、例えばここのブレードのとことか、この上にラインが入っているもの、あとはこっちのパターンも後ろにこっちにラインが入っているものっていうものを好む人もいるかと思います。そこは本当にパターをこう構えるときにどういうところを見ているかっていうところが結構大事になってくるので、まあ例えばそれはパターの形状の話にもなってくるんですけど、例えば縦が欲しいっていう人は、例えば単純にこのピン型のパターの方が構えやすい、こう平行なのでっていうところもあるかと思うので、本当にそこは人それぞれです。なんですけど、まあそういうところを見ながら僕は構えやすいので、個人的にはここが入ってるのが好き。まあもう一本座談会で見せたパターもあると思うんですけど、そのパターも単純にここのラインがまっすぐのものを使っています。はい、次です。結構3つ目、長さに関して、
標準的に市販されているもののパターって結構34インチ、長いものだと35インチのパターとかって結構多いです。で、33インチ短めのパターって売ってるかと思うんですけど、僕の中では長さってすごく大事です。例えばパターがこのアイアンぐらい長いとします。そうするとグリップエンドがこうだとすると、こう手の中でこの肘がピタッとここに余っちゃうんですよね。まあ、これは今極端にやってますけど、パターで言うとこのパターが長ければ長いほど肘がこうやって余っちゃう可能性がありますよね。こういう余りが出るということは肘がいろんなところに動いちゃうのでストロークが安定しにくくなります。なるべくこういう変な動きは入れたくないので、持てるギリギリとか短ければ短いほど僕は好きです。極端に言ったらこんなもうグリップエンドがここまでしかないようなパターでも最悪こうやって構えます。ここがなるべく余らないパターが好きなので、僕はだいたい33インチ以下、32インチとか 32.5 インチぐらいのパターを使用しています。まあそれが長いパターだったら、僕らだったら切ればいいという話で、もう自分たちで調整できちゃうので、まあそこを簡単にしちゃうっていうのが一つなんですけど、ほとんどの人はパターが長すぎることが多いです。これより前に動画を撮影したあのグリップの話でもしているんですが、こうやって右手が右肩が出ちゃう人っていうのは、ここの長さが余りすぎると余計にこうやって負けちゃう原因にもなりやすいので、この長さがまず合ってるっていうことは結構大事です。なので、ほとんどの人はパターが長くて余っちゃって、まあまあこうやって余っちゃう原因の一つも五角形で構えましょうみたいな謎の理論があるので、これをこうやってしたいからっていう人はいるかもしれないんですけど、これで僕は安定しないので、なるべく手がだらっとピタッと来てる方が体が締まる、変な動きしないっていうことをするには、あんまり長いパターだと僕は選びにくい、こう構えにくいので、短めのパターを使うことにしています。あとはこのパターの形状というよりかはネックです。まあネックもいろいろちょっと種類があるので、まあ、これはブログでパターのネックに関して書いた記事があるかと思うので、それはブログ見てください。なんですけど、僕の個人的にはこうやってシャフトからちょっと曲がって直接刺さってるようなこういうスラントネックっていうのが好きです。いろいろよくあるのはこういうカクッとこうなってるようなクランクネックみたいなのとか、あとシャフトがカクカクっと2箇所で曲がってるベントシャフトっていうシャフトが刺さってるものが多いんですけど、僕はこういうギュッと曲がってるシャフトネックが好きです。なんでかっていうと、このパターをこう構えた時にヘッドの形状がすごい綺麗に見えるんです。クランクネックのシャフト、パターだとこの辺がネックで隠れて見えにくいので、なんとなくこのパターの全容が見えにくいというかっていうのが、僕はなんとなく、まあ、嫌いではないんですけど、こっちの方が絶対僕は構えやすいと思ってるので、まあ知らず知らずのうちにこれになったという方が本当は正しいですね。まあ意識してこれを選んでたわけじゃないんですが、持ってるパターが全部これだったなんでかって言ったら、多分そういうところだと後から考えたらそうだったんだなとは思ってるんですが、まあ結果的に僕はこういうスラントネックが好きです。それはやっぱり顔が綺麗に見えた方が構えやすいからっていうのがもう根底にあります。なのでそういうこういうネックを選んでいます。はい、5つ目、インサート。ここにまあ何ですかね、クッション的なものが入っているものをインサートっていうんですけども、まあ、それが入っているものを選ぶか、まあ、こういった全部ヘッドが金属のもの、これをどういうものを選ぶかっていうところのチョイスも出てきます。で、僕はこれ2本どっちも使ってるんですけど、すごく細かいことを言うと、まあ、多分皆さんのイメージだとこういう金属系のものの方が弾がパーンと弾いて飛ぶと思われる方が多いかと思うんですけど、実際結構こういうインサート系の方が
球がピュンと初速が速いことが多いです。はい。なんですけども、僕の中ではやっぱりインサート犬の方が打感が柔らかいから遅いようなイメージ。金属の方がやっぱり球が速く飛ぶイメージなので、こっちはもともと紹介したことがあるかと思うんですけど、こっちの方が僕は軽いパターなので飛ぶパターです。僕の中ではこっちの方が飛ばないパターです。なのでそこの感覚が合うので、こっちは柔らかい打感で飛ばないパター、こっちは硬い打感で飛んでくれるパターというふうにこう2つを使い分けてはいるんですけど、ここは結構人の好みによります。打感が柔らかい方がいいっていう人はやっぱりインサートが入っている方がいいと思いますし、打感がちょっとパチンと硬い方がいいっていう人はこういう金属のヘッドになった方がいいと思います。で、こういう金属系のヘッドでもこの裏の肉厚とかによって打感は柔らかくなったり、もうこれはヘッドの構造ですよね。まあドライバーとかもそうです。構造が変われば若干の打感は変わることがあるので、これもおそらくもうちょっと裏の肉厚があったら打感は柔らかく感じるかと思います。なんですけど、まあこれはこれでもうね、すごい古いパターンなので、あえてここを肉厚にする必要もないし、ここに鉛を貼ったりしてそんな調整することもないので、これはこれでいきたいので、そこは本当に僕の中の好み、硬いパターン、柔らかいパターンっていう中で、まあ速いグリーン、重いグリーンで2本を使い分けています。はい。でさっき言った、これ登場したんですけど、これもさっき言ったスラントネックですね。ちょっと形状的には全然違うんですけど、これもスラントネックの一部になります。はい。知らない間にこういうのを選んでました。はい。打ちやすいです。まあ2本とも大エースですね。自分の中で打ち分ける2本になるんですけども、まあこれはもう生涯手放せないでしょう、折れることがない限りということで、僕の個人的な、パターの選ぶ、なんですかね、基準にはなるんですが、まあ、皆様の参考になれば幸いですということで、ご紹介させていただきました。藤原でした。ありがとうございます。変な折れ方になったバタバタっと締める今日喋った内容はブログでも紹介してますので、よかったら見てもらえると嬉しいです。ありがとうございました。